おはようございます。スローパッチステーションの大仏です。今日はですね、ちょっとある人物にサプライズ仕掛けたいと思ってて、この動画を回させてもらってます。ある人物というのがですね、レンジローです。レンジローがちゃんと今チャンネルの一員として、演者としてね、頑張ってきたということで、その裏には実はチームもいて、みんなに何かできないかなと思ってちょっと今回考えてきました。で、今そのレンジロー含めチームのみんなは別室にちょっと大事な話があると。何とは伝えてないです。なのでちょっとこの後何をさせるか、何をするかっていうのはちょっと今お伝えに行こうかなと思います。じゃあ早速行きましょうか。はい、ということで今移動してきました。何よ、怖いよ。ドキドキ。しかもだってもうカメラ見てもここ2人映ってっこっちは全員映ってる。じゃあ何を話すか発表しますよ。いいっすよ、本当にいいっすよ。発表しますよ。本当に悪いことした誰か。なんで俺そんなみんなワイワイできんかなっていうのは。怖っ。じゃあ発表します。いや怖っ。何？レンジローチーム、はい、ミッション達成ご褒美。ご褒美よし、流れよし。レンジローも頑張ったけど、このまあ、オンさんとかコンとかミヤキとかみんないる中で、うん、やっぱできたことだし、まあ、そうですね、チームのおかげですね。レンジローさんも見てもらってできたこと、うん、そこで、まあ、何がいいのかなって考えたんだけど、うん、やっぱしたいことをさせたいなっていうのがやっぱ一番。楽しんでもらいたい。なるほどなるほど。喜んでもらいたい、楽しんでもらいたいっていうので、何がやったいんだちょっと教えてほしい。決めていいんだこっちが。教えてほしい。うわー、なるほどね。じゃあ好きだ。マジっすか。まず何が欲しい、何がしたい。エアポッド欲しいです。お金いいね。素直でよろしい。お金だよね、みんな。いや海外旅行。旅行まあまあまあギリガン。奥さんがエアポッドね。エアポッド。ちゃんかわいいやん。で、お金。ちゃんかわいいやん。なんでね。ああ、なるほどね、なるほどね。やった。あれ、分かった？できたことに。今ね、みんながやりたいことをまとめたらできることあったわ、俺。できた。うん。食べ打ちしたくね？エアポッツどこ？別にいいっしょ、気まわらだし。だって休みもらえて。休みもらえて。で、旅行もできる。旅行も OK です。だってあなただって別にね、暇でしょ。うちのチーム彼女いないとか一人も。みんなフリーなんだから予定しか空いてないでしょ。旅打ちどうよ、よくない？いいよ。そう、キャンピングカープラス、キャンピングカーで旅打ち行きたいね。なるほどね。じゃあキャンピングカーがしたい。はい。行きましょう。いやー、それは願い。行きましょう。キャンピングカーとその交通費はもうプレゼントします。交通費もプレゼント。はい、プレゼントします。うわー、でっけー。だけどその先の楽しみ方はチームで全員で考えてください。だからそういう飯とかパスツロ代とか、あとなんだろうね、宿とか観光とかはいろいろあるよね。温泉とかね。そうあ、そういうのはでこっちが出せばいい。そうだね。これをやりましょう、ぜひみんなで。やろう。いいよ。じゃあ今日ピカでお願いします。わかりました。やったー。この度は本当に皆さんお疲れ様でしたと、おめでとうございました。ありがとうございます。ぜひ楽しんでください。じゃあまた用意できたらぜひ、はい、また連絡いただければと思います。わかりました。いつでも空いてるんで、はい、よろしくお願いします。楽しみます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、来ました。旅打ちキャンピングカー生活、イエイ。はい、ということでついにこの日が来ましたね。あまりね、こっちでは出ないと思うんですけども、チームレンジの全員集結しました。まず今カメラマンしてるコウキさん、返事。はいはい、はい、次ヒデ君。はい、宮内さん。はい、そして新人のザキさん。はいはい。みんな黒ないよね。やっぱインだから、インのものだから俺ら。で、もう一人、まあ我がリーダーポンさん、まあ、ポンさんは今ね、キャンピングカーを引き連れてここに向かっているそうです。まあ以上、これで僕含めて6名で旅打ち2泊3日頑張っていきましょうということで、だからみんな初めてのキャンピングカーもう楽しんで、まずね、楽しんでいきましょうよ。ポンさん、着きましたか。じゃあキャンピングカー来てるということで行きましょう。はい、いました。
発見もうちょっとさ、こっちなんてあってもいいじゃん。いきますよ、3、2、1、はい。拍手、本さんいる、本さんいる、ちゃんと、絶対普段しないいいですか、乗って乗って乗って、じゃあ行きますか。開け、夢の扉。おお、失礼しますよ。あ、いいやないですか。よいしょ、めちゃめちゃ良くないですか。これぞまさに僕がやりたかったキャンピングカー旅打ち生活。イエーイ。じゃあみんな乗って準備しよう。ということで、まあ無事にこのキャンピングカー生活スタートしてますが、まあこのキャンピングカーは大仏さんがご用意してくださったじゃないですか。でもこっから先、我々の衣食住は我々で勝ち取んなきゃいけないと思ってます。経費で降りないんですか。降りません。こんなバカらしい企画に経費が足りません。なんでみんな3万円ずつ出し合って合計18万円、まあ6人いるんでね、18万円でこの2泊3日を乗り切ろう。パチンコ打って球出して、いい飯食って、いいホテル泊まって、いい温泉行って、すごそうではないか。だからみんな、3万徴収です。はい、いやおい、それをこの埼玉県民、ブリブリザイモンに。だけどダメだよ、勝手にカメラ回ってないところでコンビニでおにぎり買うとかダメだからね。まあ、キャンピングカーこの6人で泊まるの実際厳しいじゃん。だからホテル泊まるにしろ、で旅打ちだからみんなで打ちたいからね、パチンコ打つにしろ全部ここから出す。だからすごい極論言っちゃうと、増やした額を、まあ、ホテルとかね飯とかで使って、それでもあぶれたらみんなプラスになって東京に帰れる。なんてハッピーだろう。まああのね、僕は管理者なんで、いわゆるバンク埼玉りそな銀行です。私がまあだから結構大切に使わないとすぐに消えます。こんな6人もいるんだから。そうだよ、YOSHIKI さんだってもう節約してるって言ってたからね。だって6人家族ですよ。いやーって言って、きちいよーって食費がバカになんねーって。だからなんで、まあ大切に使っていきましょう、これは。はいはい、というわけで今東京から顔おかしい。はい、というわけで今回のスケジュールをざっくりお話します。まず今東京から関西に向けて車を走らせております。で今日は泊まって、明日関西で実践がありますので、そこでみんなで乗り打ちをしましょう。で終わったらそこで泊まります。その次の日また東京に向けて帰ります。そこは中日ですね、フリーなので、まあ、特に実践とかありません。で最後3日目、千葉で実践があるので、そこで勝ちまくってフィニッシュといったざっくりとした3日間になります。まあまず初っ端のこのブリブリザイモの使い道、なんですけど、ちょっとね、大阪でずっと気になってるお店があって、はい、そこにみんなで行きたいな。まあこうせっかくレンジのミッション達成したし、これ公開される頃にはもう正式にスロパチステーションでいいんじゃないですか。おーおー、鼻伸びてるぞ。で実はそこも予約してまして、私いくらで、じゃん。値段は知らないけども予約はしてます。まあ、そこで明日とか明日以降の作戦会議もしたいし、なんならこう演者になるためにミッションみんなで頑張ってきたから、まあ打ち上げがてらね、最初はパッと行こうよ。大丈夫？わかん。大丈夫でしょ。まあでも勝てばいいからね。そうそう、ぶっちゃけ明日勝てばいいから、今日はもう羽伸ばそうみんなで、うん、伸ばしまくろう、天使になろう。鼻も伸ばして、鼻も伸ばして、だってスロパチステーションの富士山やで。いた、舞台僕どうぞ。イエーイ。いた、はい、いたっけ。
イヤトゥーヤーなんて言うの TOKIO アイヤトゥーヤー知らないあー揺れるねやめろあおやおや、レンジローさん、着いたようですね。はい、ということで、ここですね、千日前ゴールデン双葉プラザの。なんかめっちゃ看板あるんだけど。はい、ここに、4階にちょっと焦点当ててもらっていいですか。4階ですか。はい。4階。猛獣出たわ。猛獣出た。猛獣出ました。ここの4階。バー、81923。じゃんじゃんバリバリ入店していこうと思います、うん、ここで皆さんと一緒に来たかった。はい、ということで本日の企画はチャーハン一人前食べてみた。マジっすか。え、こんなとこあるんだ。連城さん、いいんすか。いや、だって18万あるから。いやいやいや、おめえの金じゃねえから。みんなで、まあまあ、みんなで飲むんだから。お邪魔します、スローパッチステーションの連城と申します。いいですか、座っても。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ということでバー81923にお邪魔させていただきました。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。えぐい。お名前をお伺いしてもいいですか。岡田玉吉。玉吉さん、ということでお邪魔させていただいたので2時間飲み放題。じゃあ旅打ちへ、初日へ乾杯。乾杯。だって超ディスクアップまだ打ったこともないですし、しかも、まあ、僕の大好きなスナイパー1回しか打ったことないですけど。なんで狂言がいた。しかも特別仕様で見倒し見せた瞬間終わる仕様なんですね。もうだからスロバチステーションで一番見倒しうまいの誰かっていう話ですよ。なんだよね、なんだよ、なんだよ。何結構利用するの。よしきさんに勝つ。え？一個は早いかこれ。ゼロ。ありがとうございました。流行り。あ、一回で終わっちゃうんだ。こうやって終わっちゃうしようらしいです。自信にぎない。自信に。いや俺。見倒し。いや、こうきさん。いや、こうきさんうまかったよ。自信にぎ。じゃあ見せちゃう？行こう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 。はい。行きます。みんなその現象なのか。一個はね。え？やばいじゃないか。やばい。でも。タマさん。タマさん。お？プロプロおるか。プロプロ。店長の。店長の力を見せてみようのもらいます。うん。ま、もう。いやもう従うわ今日。今日はもう店長さんに従うわ。序列決まったもん。序列決まった。あなた行きましたから、ね。俺が行きましたけど。二コマ滑りだな。すいません。あ、そう。明日のそう。明日の旅打ちのお話ですよ。はい、明日行かせていただくお店さん、なんとハウスルールで、本当はみんな旅打ちでね、わーわーわーやろうと思ったんですけれども、出玉共有が2人までしかできません。まあ、なので割り切ってみんな各々ソロプレイで出玉をちゃんと頑張ってくださいと、まあ、ちゃんとあの僕のねブリブリ財門からみんな渡すので、だったら僕のところに来てください。でソロプレイでちゃんと出玉を出してくださいっていう、これはね一つで、みんなでいっぱい出して、まあ明日いいホテル泊まりましょうといった感じで、なのでマジでもう今18万あるじゃないですか。でここで、ここは別にもうもう満タン、もう、まあ、これでちょっと消えるけどね。うん、消えるけど楽しむ。ここはまあ覗いたとして明日、うん、前夜祭やぞこれ。そう、残ったもので頼むよ。頼むよ。頼むよ。いやだからみんな程よく出して、みんなプラス行けばこう泊まれるよねって。アスミヤわがむ。ジャそう。アスミヤわがむ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 。あ、じゃあ好きにね話を言ってください。ってことで会議終了、解散。ということで会議始まったんです。今回はしゃいじゃったね。3番でした。
でも、ケーキ漬けよ、ケーキ漬け。ケーキ漬けよ。明日出せないから。明日出せないんだよ。なんかさ、ね、まだ夢中でね。夢中だから。だから15万残るでしょ。全然いい。3万でしょ。お願いします。どうでした。楽しかったです。楽しかった。笑顔じゃん。いいわ、もうこれからね、撮影あるときはもうお邪魔します。バー8923。こちらに住所が書いてあるので、ぜひ。4階にあります。ぜひ来てください。店長のタバさんもめっちゃいい人で。いい人でしたね。ビタ押しうまいし。めっちゃうまかった。なんで、今まだみんなね、飲んでるんで、俺らもう帰りましょうか。ちょっと先に行きましょう。楽しかったです。ベロンベロンやん。そんなやばいでしょ、この。おはようございます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 。2日目の朝です。僕ら大事なことを忘れてました。お風呂入ってないです。臭いです。臭いです。男6人がこんな集まったらすごい臭いです。一旦ね、ポンさんにね運転してもらって銭湯行って気合い入れて旅打ち行こう。行きましょう。はい。はい、ということで、スッキリ。ここからはもう勝負の世界です。残金確認。お風呂で4500円ですね。750円かける6でもいいんだよ。今日勝てばいいんだよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 万的には12万。あれ、だいぶ減ったな。あれそんな違った。えだって、お酒昨日がまあ3万ちょっとで使ったじゃん。1ラン7000円、温泉で4000円だから。お前やったな。お前しか持ってないやつ。18だから。え、やったな。ギスギス。え、謝罪。え、13万あればいいんだよね。9、10、11、12、13万だ。あったあったあった。で、13万で、139,000円だから、あってるあってるあってる。だって41,000円だから。バカな。なんでみんな言ってんの俺に対して。疑っただろ。一番疑ったよ。いやいやいや。だから、まあまあまあ千円札抜いて、まあ13万。まあ一人頭多分今日、いや、まあ使い切るって想定じゃないけど、使えて2万。だから予算は一人2万なんですよ。ただこれ全部使うと10、いや負ける想定じゃないよ。仮に全員負けたら12万消えるわけよ。終わりやん。もうだって1万9000円しか残ってない。俺たち負けられねえんだ。まあだから今日何打つかって話で、俺は俺の誇れる俺になりたい。あっ、そうですか。久々にカバネるわ。踊るとだけはさっきは、うん、みんなで6人で最後何こもって踊ってんのやめよう。やめよう。さあさあ踊ろう、踊ろう、踊れ。はい、到着。はい、ということで、じゃあみんな頑張ろう。じゃあまず抽選から。はい、取れるように頑張りましょう。おう、あれ。はい、ということで抽選待機中です。おはようございます。お願いします。はい、よし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 。はい、抽選終わりました。みんなどうでした。ちょっと一回発表する前に、うん、確定演出された人がいて。キュイッター、キュイッターやついる。この中に手にね、ハンコを押されたやつ。ガチやんそれ。一回番号出しましょうか。いきます。せーの、せーの。6番確定しちゃってんじゃん。あ、いや、1日さんじゃん。え、俺一番後ろやん。ハンコ押されちゃったんすよね。俺だって押された後に自分も押されるのかなって。 あなたはないです。おはようございます。スローパーティーステーションレジロです。よろしくお願いします。ありがとうございました、ありがとうございました。お前何してんや。お前6番で北斗8、そんなカバネリに気使わなくていいんだって。やるのか。じゃあ僕はカバネリで、久しぶりカバネリぶっ込んでいくぜ。おはようございます。ロバッチステージのエンジロです。ということで大確保しました。はい、ということで私はカバネリを抑えました。あ、ヒデくん北斗の剣8。ヒデチさんはアシアの刑事四国。四国。ヒデさんは世界で一番強くなりたい。世界強。ポンさんハイモンキー。ハイモンキーターン。
メゾン一国です。はい、メゾン一国、はい、ということで、まあ以上5台。中間報告ではさ、楽しい報告会できるようにしよう。そうね、うん、で、おーいいじゃんいいじゃん、この調子で行こうぜっつって後半頑張るような展開していきたいですね。していきたいね。はい、ということで、もうちょっと時間もないんで、ね、早速打っていこうかなと思います。いきます、新年一発目、明けましておめでとうございます。せーの、どうぞ。じゃあまあその6番引いたけどバラエティ来た養分と一緒に僕も養分になります。来い、いきます。じゃあ僕とひだくん1枚目、期待値を狙ってるわけじゃない、好きな台で勝っていい旅打ちをしたいっていう、それを目指してるから。だから6番引いたのにひだくんは北斗8を打ってる。おーおー、誰も当たった報告来てねえぞ。おお、ゴモモフリーズしてる、コウキさん。いやー当たったー、コウキさん当たった。で、まあコウキさん通常だったけど、まあ、時短200回もらえるから割とね、引き戻し率40何パーかあるから。で、ポンさんが当たったから俺とヒダ君だけ1回も当たらずに1万使い切っちゃったわ。あ、黙って2万円抜こうか。俺ら共犯だからさ、黙ってれば問題ねえんだよ。ちょっと台変えようかな。いや、カマネリを粘るっていういつもの僕のスタイルもあると思うんですよ。じゃあ僕も粘りたいと思うんですけど、ちょっとね、いかんせん音が聞こえないんですよね。音聞こえないか、あの音割れするかって感じになっちゃうんで、台変えますわ。ちょっと周り見ましょうか。はい、ということで、まあ、いつもならカバディに粘ってたと思うんですけれども、勝ちに徹するということで、まあ、因縁の相手ですね、モモキュンも。初めてじゃないですか、10枚目入れた台です。で、しかも当時のカメラマン、ヒデ君でした。この1枚で何としても決めます。いきます、2枚目。いや、マジで、2週間前ですよ。こいつで10万持ってかれたの。もう、そうだよ。飛行機キャンセルして次の日まで余裕を持ってやったのに負ける、大負けでしたね。しかもめちゃめちゃスペック的には甘くて優しい台なんですよ。はい、ということでモモキュンソード移動してきましたが、スペック219分の1のライトミドルになります。で、突入率は約 50% ぐらいですね。当たったうちの 98% は四天王寺バトル、四天王寺バトルというところに行きます。で、そこで5回転のうちに 7.8 分の1を引ければ見事戦撃ラッシュ継続率 90%、 速さ、出玉力全て兼ね備えてる、めちゃめちゃいい機械です。本当に機械は僕の引きが悪い、マジで本当文句なしのね機械なんですけれども、僕だけがなぜか出せない。で、注目予告なんですけれども、こちらもざっくりお話しさせてもらいます。一つが究極三振憑依で、次に次回予告、そして四天王寺挑発予告、以上3つになります。で、究極三振憑依はあの SPD 中に置きます。で、四天王寺挑発予告はリーチ前で、次回予告もリーチ前に置きます。で、次回予告だけもう別格に熱いので、それくればもうほぼもらったと思ってください。ただ僕の中でこれね、前回の動画でもお話させてもらったんですけども、究極三振憑依は7割以上あるんですけれども、あれ来て当たり前みたいな感じなんで、その後のカットインボタン色とかチャンスアップ複合マジで大事です。まあ、そんなのも関係なしですぐ当てて戦撃ラッシュ入れて球出してみんなにどやれるように頑張ります。ちょ、カメラのアングルどうにかなんないんですかってやつですよ。おー、バイブ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 、赤穂でけー、バイブ6割あるぞ。よし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 、投資1万3000円で憑依ゾーン行く。あ、5だ、当たり確です。これ5点敗、バトル後半行けば大当たり濃厚です。おい、ここか、このために俺今まで頑張ってきたんだな。聞いてください、バンリーの空にトドロク神。これはもう8割オーバーの憑依ゾーンの上位版ですね。よし、もう勝ち確やね。勝負、これ自体、勝負自体はまあまあ 33% だけど、図柄法則で法則でやばいやばい、あ、なんでやばい、ちょっと待って、
俺確定だと思ってたよ。これはね、チャンスダウン5点敗でバトルで次回予告モリモリファンタジーすげえ、俺初めて次回予告見た、ここで来るんだね。次回予告も9割オーバーの超激アツ予告です。もらったもらった、ああもうね、ダメだ、言うことはない。私ザーディーで、ここで桃子が目カッて開くのがかっこいい。さすが竹田彩奈さん、いきますよ、せーの、はい。なんであの時モモキュンの日で来なかった、これが一回も。月はあ、こっちか、当たらないっていうことを未然に防げてよかった。うわほほ、虹エフェクトに変わりましたね一瞬。桜柄ありがとうございます。朝からモモキュン打っとけばよかった。そう、キュンです。ああ早く当てろ。あ、全然当たってねえじゃん。え？そうだよな、どんだけ入んなかったって話だよな。右に今日証明してあげるよ、四天王寺バトルが一番大事。いきますか、ここいっちゃん重要、やっぱ最終ボタンね、赤欲しいっす。いきます、はい、入賞時バイブ、入賞時バイブない、バイブない、まずい、最終緑はダメ、赤入ってる、赤入ってる、赤は入ってる、最終前が赤1個っすね、緑白白赤緑で、途中でプッシュの時に色変わる場合があるので諦めちゃダメ。3な、少なくね、緑で3は少ねえぞ。いや、やばい。で逆に赤でも3ヒットだったら大当たり濃厚ですから。あれ、オール3できてる、だったら赤で3でお願い。なんか12とか消しそうなんだよな、赤18、めっちゃ消する。やばい。でオレンジですね、これも3割ぐらい。最終緑から赤に変わってくれ、緑だ。時間なかった。あーもうもうやっぱこれか、俺はまたこれ、今日もこれに悩まされんのかよ。3点ナイス。あ、次回予告もらったもらった、それは勝ったよ秀君、今は大丈夫。いやーい、ナイスナイス、頼むよ秀君、俺の分まで入れてくれ。あー惜しい。はい、ということで、まあ僕も2万つきましたので、みんなの様子を長らく見てないので中間発表したいと思います。中間報告会いきますか。はい、中間報告、どうよ、自信ある人。はい、はい、じゃあコウキさんから言ってもらおうか。発話第2回、お投資が1750発、1750発、おすごい、回収3000発、今現在あの右打ち中、あラッシュ中、おラッシュ中、すごい素晴らしい、自信ある。ポンさん次いいですか。はい、お願いします。投資1375発、 V モンキー、はい、3000発獲得、はい、大移動しました、大移動しました、海物語、海物語、大当たり中、大当たり中、こちらは5000発、おお負けた。でもすごい、大当たり中でしょ、大当たり中、すごい。ザキさん、はい、手活用行きまして、はい、ラッシュに無事入りまして、私が
4375発。あの裏で2枚貸してるんで2枚目で回収が3939発です。まあでも大負けじゃない、まあ、だいぶまくり、まあ、そうですね、まあ、まあまあ許される範囲ですよね。カバーできてますもんね。カバーできてます。じゃあ宮地さん基準を。あ結構重要っていいですか。あ乱れてます。3台乱れてるんで。あそう最初刑事漆黒、漆黒はい319ギリギリで当たってでラッシュ入りました。おお漆黒でラッシュ入ったよ。入りました。100回転目転落してました。あ、はい、まあ原ライトちょっと319打つの怖くなって原ライト移動しました。あ原3ライト移動してでその持ち玉700発で当てて、おお通常あで最終的に持ち玉200発で次、天国で蒼天天国、はい、で総投資が、2875発で今当たって通常引きました。単発やん全部。3連単ってことですか。3連単かって。で、まあ、今合計がマイナス2075発。まあまあまあ2000発、まあまあでもね約1枚ぐらいで収まって素晴らしい。じゃあ僕とヒデ君、僕ヒデ君とずっと隣同士いたんで一緒に発表しちゃいますね。投資1万発合わせて回収ゼロあれお前この船から降りる展開が全く一緒でも当たりは取りました。やっと当たりは取りました、ね、当たりは取ったんですよ。当たりは取りました。取りました。出直しを開けないと意味ねえんだよやっぱ冗談じゃないよ暑い日は冷たいものがごめんなさい。すみません。で今じゃあ総投資が2375発で回収が12739発。半分半分半分みんなのおかげで半分。まだ8000発負けだね。なんか飲みます全然買いますよ。あこれで皆さんあの好きなもん買ってきてもらっていい、はい、俺に2枚目渡すときすげえ嫌な顔してたじゃん違うそれは俺が入れる金なくなるもん。ああそういうこと。だからいやお前の金じゃないからな。みんなのお金じゃん。なんだよそれ仲良しです。仲良しです、ってことで僕たちは謝んないといけないんよ。僕らは謝んなきゃいけない。最初2万って言ってたから そのね。だから僕らもう3枚目いきます。はい。そっかもうないの。僕とヒデは3枚目いきます。これでじゃあレンジョー君コーヒー俺の席まで持ってきてくれ。まあくそがバイバーイ。京子が待ってるからよ。もう飯食う金ねえからさ。そう飯食わず行こう。生命線だけ買っとこ。はい買ってきました。合計735円です。いっぱい出そう。いや出してこよう。はいということでヒデ君頑張ろう。俺らだけだ一番足引っ張ってんのは。モモキュンで一発ドカッと稼ぎます。3枚目ガンガン行く。やっぱ追いつかないとな。三振か。三振よし三振。あらら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 一緒に目開けますね。震えろ。あーもうなんだよ。あれあるよこれ。ここからでしょ。バイブでバイブ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 。あーでもランダム。あーでも緑に依存しちゃうからだこれ。 50% って言われてる。おお待ってこれオール緑じゃない。そしたらあれオール緑って大当たり濃厚じゃない。確かオール緑とかオール白大当たり濃厚なんですよ。だからランダムが入ってて、でランダムって手前のボタンに色が依存するんで緑のはずなんですよ。これもらったんじゃね。これもらったくさげで。ひだくんいや言ってほしい。入れよう入れよう。オール緑ですから。でこれが緑だった瞬間オール緑って認識でいいんだよね。緑。いやこれあるでしょ普通に。オール緑ですよ。そしたらごめんなさい、こういう現象が初めてだから分かんないかもしれないですけど、いや俺は行ったと思う。っていうか行け。みんなの旅打ちだ。俺は行くぞ。いやーボボキューソー。いやオール緑よこれは。こっからは90%ループ。ただただ楽しまばいいだけ。戦撃ラッシュ。
超速が2回転で、ここが7回転。もうここはなんか演出起こるだけでいい、なんか演出起こるだけで十分だから。入れたら終わりじゃねえぞ。よし、いやーダメだ、終わった。でラストバトルですね。で鉄器はマジでやばい、もうはぐれ鬼、はぐれ鬼、マジではぐれ鬼。もうやってること一緒だよ前回の鹿児島と。いや頼むって犬弱い。まずい、まずい、でも大丈夫、大丈夫って信じるしかない。大丈夫、大丈夫、絶対復活させます。むしろここがメインですから。パチンコって何事も復活させるとこに喜びを覚えますから。いや、いい、早い、早い、早い、もうあとちょっとだもんねえ。ももか、ももちゃん、もう90%をものにできないんだよ。あ、ダメだ。タイマー動いてろ、タイマー動いててくれ、タイマー。あー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 、終わんないで。 90%、 90%、 お願い。いやーやってることがマジで前回と一緒、もうデジャブだよ。なんでこんなできないの俺。入ったことでこの台がもう終わりだと思っちゃってんだもん。ラッシュに入れたがエンディングだと思ってるから。マジでもうこれ以上お金が使えないから、アマデジとかで稼ぐしかないかもしんない。一旦回ります。ちょっと結構ガチでやばい。はい、ということでレンジロー海初打ち。まず申し訳ございません、いろいろ練り歩いちゃって申し訳ないです。カバネリから次桃球から今ウィズアイマリンまで来てしまいました。ただ移動した理由、もう残金がないからアマデジでもなんとかして出玉を作らないと追えなくなっちゃいます。なんでずっとねアイマリンをもうお手かわいいのしてんですよ。打ちたかったんでちょっとアイマリン打たせてもらって可愛さを楽しみつつ玉持ってもう一回ね何かに挑戦できればなと思っております。でごめんなさい、海は会いに来てくれてありがとう。ちょっと待って、そんなこと言ってくれんの神ダイヤン。え、キャバクラここで。海系はこれしか知らないです、この音楽しか知らないです。まあだからお魚さんが揃えば大当たりです。そうですね、隣のヒデ君もあんまり打たないけど分かる範囲で、分かる範囲で。そうだね、マジで海初心者なんでごめんなさい、こういうのは普段見ないですけど、99分の1、これだけ知ってます。え、何、え、これ揃うやつ、ショックやないやろ、俺の方がショックだわ。 OK、 そういう感じね。あ、なるほど、じゃあ10ラウンド 10% の10ラウンドを取ると結構でかいんだね。え、今魚群流れたんだけど、うん、え、あれ魚群だよね、ドラーって当たった。え、簡単、あんた簡単に当たんの海って。究極深海漂移とかないの。なに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 、わかんないわかんない、なに、あ、10ラウンド、10% やん、すごい、いい台です。西洋さん、アイマリンめちゃめちゃいい台、
これ皆さんにお伝えしたいわ。この1回でモモキより出玉出てます。え、めちゃめちゃでかくね。100回転もらえて、あ、でアイマリンモード、これでいいの。あ、これ選択しないと。危ない危ない。そう、これアイマリンじゃん。かわいい。アイマリンモードは本当にね、面白いって聞いてたんで。だから5回転で10分の1取ればいいんだよね、5回転で。おお、7点7点。あ、海は7点関係ないの。あ、おに、あ、ダメか。ってことはダメ。あ、目炎。え、通り過ぎてる、通り過ぎてる。え、何？PV 流れた。10%、 2連続や。やば。この歌がね、これでじゃあアイマリンちゃんの歌が聴けんのね、フルで。よしよし、2000発取れた。これででけでけでけ。海物語いい台だわ、マジでやばいわ。いますか、 10% 連続2回弾ける人間。 It's me レッジロン。2000発マジでアイマリンでまくれるぞ。終わっちゃった。はい、ってことで2連はい、ってことでダメだ、あまり行こうっていう考えが甘かったな。アマだけに4000円しかねえ、どうするよ。もうアマじゃない、正々堂々なんかと勝負します。いやー、山陽さんや、勝負しましょうか。最終決戦、4000円しかありません。これを無謀という方もいらっしゃるでしょう。私は希望と読みます。ラストの4000円いきます。みんなが今どういう状況か分かんないけど、僕はこの4000円全てかけて、ダメなら謝る、そして奇跡を起こして爆裂させる、どっちかです。で、今ちょうど視聴者さんがくださったホロライムソーダ、マリン船長力を貸してください。マリン船長お願いします。ヨウホウ、久しぶりだね。ゲンもここにかけるしかないからね、この4000円全てに。ここでライトに行く案もあったんですよ、原産ライトも。でもダメ、原産ライトは逃げ。319で大爆裂させなきゃ意味ないから、これマジ接種了。お疲れ。お疲れ。じゃまずね、ブレベザイモン、はい、いくら14、まあ、約14、14あったわけじゃないですか。ポイント、ライフポイント見ます。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待って、もう死んでるじゃないですか。265です。もうブリブリザイモンこれしかありません。ブリブリザイモンのライフはゼロよ。もうあの全部喪失にしました、今日。っていうのを踏まえて、はい、結果報告していこうか。じゃあまあ新人のザキさんからいきましょうか。まあ中間が、まあ、持ち玉が3900発ぐらいあったのかな。その後にいろいろ打ちまして、はい、回数ゼロです。え、投手が変わらず4375発。新人、まあでも新人だからさ、まあ、そうね、そこはさ、まあ、あと一歩って、あと一歩だったね。やっぱ欲が出ちゃったね。とりあえずジジジジ、じゃあ次真相の顔の宮下さんから。総投手は8750発。もうだいぶいったな。回収は1106発。ラッシュ入って、おお来たぞって思ったら2連で終わったっていう。それの球数が残ってるっていう感じです。これがレンジャーのチームだからね。これがレンジャーのチームだからね。まあまあまだ残ってるよ。まだ残ってる、まだあったの4人いるんだから。そう、確かに。じゃあ、ヒデ君のは、まあ、中盤から、はい、彼はのカメラマンとして後ろに立ったっていうことを察してください。察していただきたい。7500発、回収は持ちのゼロです。それでカメラマンやってくれたから。はい、僕カメラマンやりました。だからそれフォローしないで俺もやってくれたからね。じゃあ次ポンさんお願いします。はい、総投資、はい、
1375発。おお、変わらずだからね。エコーだ、ナイスエコー。回収、はい、7000発。あら、お、7000。素晴らしい。増えてますもんね。増えてる。すごい、魚をいっぱい捕獲した。ずっと言ってたもん、あの角の海は絶対当たるからっつって。ボクさん期待のね、確かに。さすがに5万発は出てる。いや、出てるよね。投資変わらず1750玉。はい、回収6880発。いや、まあ、いやでも僕たちは何も言えない。言えない。ありがたいとは。ナイスパイ、はい、ナイスパイ、ナイスパイ。なんなら感謝。で私最後いきますよ。はい、はい、お願いしますよ。その前に、まあ、私最後4000円、パッキーに入ってる4000円しかなかった状態で現在行きました。その様子をご覧ください。極限部で、カナちゃんあるぞ。びっくりしたわ、入賞時極限部なんて。あー、2点敗か、避けてほしいな。いや、これだけでもう6割あるんだけれども。 OK、継続ね。びっくりした、文字数多いなと思ってたわ。行くぞ。いやないか。疑似さんで薬物ラッカー、僕と一緒に皆さんやりましょう。で、継続。ダメか、疑似にね、行っちゃう。 OK、 じゃあみんなで行きますよ。薬物、行きます。ああ、匠の技見せてやるぞ。で、一先輩チャンスだぜ、お願い、スペシャル、よし、よし、ノーマル1カットイン。で、極限部あるでしょ。いや、あるぞ、これマジで。炎目ではない。まあ、ここはね、もう早て。 OK、 極限部入ります。OK、 で、プチューン、ありがとうございます。お願い、久しぶりに聞いたな。無事に帰ってきて、もう何もいらない。いや、弾をくれ、ゲンさん。極限演武、イエース、決まったね。いいよ。あとはもう仲間参戦させたり。いけ。いやー、もちろん、で、赤、OK。で、仲間参戦必須。いやー、あとはもう到落前のプッシュカットインはもう勝ち確なんで、ほぼないレバーじゃね。イエス、2000円。レバーなんて何年ぶりに引いたよ。このゲッサンデイ、マジであるぞ、一発逆転が。ランプ、青、なんとも言えない。頼む、力貸してくれ。当てたのが全てじゃない、こっからがやんなきゃいけないこと。いやー、戦隊まずいっすね。で、ボタンも何もなし。もう一回ライディングレバー来てくんない？よし！よし！やばい、これは行くぜ！よし！やれる！まだやれる！行くぞ！行くしかねえ！93%の力見せます！やるしかねえ！やる！
いきます。しゃい。オーケー。マックスランダー、2000発。はい。ダメ。さあ。はい。よっしゃー。やっぱ速いよね。うん。うわいー。よし。ラッキー。やっぱ久々打つとさらに実感しますね。速い。本当に速い。でもみんなの分もね踏まえると頑張んなきゃね。5万発。1時間当て続ければそんぐらい出るらしいんで見せますよ。オーケー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 。マジマジ。僕ファイナルジャッジ一番嫌い、苦手なんですよね。緑にならないと嫌い、緑になったら好き。この辺で変わんないとまずい。あダメか。ボタンもない。ダメか。下手くそだな。大工のゲルさん、ハンドルを左に戻してくれ。何のドラマもなかったっすわ。ハンドルを左に戻してくれ。まあなんかゼロの方が美味しかったけど、あのね動画で聞いてきて、これ動画的に考えたらさ、これ大逆転するかさ、あのもうゼロにするかじゃん。でも生きられなくなるからさ、いつもはこの選択しないよ。だって被害は俺だけだから。みんなに行くと思ってやめようっつってちょっと増やしてやめようっつってやめた。はい、まあ、まあざっくり聞くと負けだね。まあそうですね、負けは確定してる。じゃあちょっとじゃあ計算します。本日の総投資37,500発、回収18,253発。半分以上は半分くらい。半分くらい。半分くらいね。ただまあ壊滅しなくてよかったね。どうする、今後の予定じゃ決めますか一旦。まずこの後ね、直近のね、じゃあみんなで風呂行こうか。そうですね、一旦ね、うん、それで全て洗い流そうか、今日の結果。今日のね、結果これで流したらもう俺ら名前が出る。そういうことっすよね。今日もう洗い流して、今言うだけ言った方がいいっすよ、みんな。まあ、勝った得点として、お酒は欲しい。なんか、ハイボール、ね、ハイボールなんか欲しいの。ハイボール3缶。3缶、じゃあまあ600円。安いやつでいいかな。分かった、じゃあそれはもう。さすがにそれはもう。さすがにそれはもう、いいこと聞くよ。ポさんなんかわがままないんすなんかわがまま。サウナ行きたいな。違う、俺ね、違う、お風呂ね、お風呂を俺が決める。ああ。サウナ付きのお風呂に俺は行きたい、今日。ああ、なるほど。いや、俺はちょっとサウナに、サウナ、うん、サウナ行きたいな。ポさんがサウナで、コウキさんはお酒、まあ、僕らはあの、ついていくだけ、はい、ついていくだけで金魚の糞みたいについていく。はい、じゃあ一旦とりあえずお疲れ様ということでお風呂行きましょうか。はい、はい、よし、ゴー。イエーイ。はい、ということで、あ、でかい。何ていう名前なんですかそこが。世界の大温泉スパワールド。世界の大温泉スパワールド来ました。世界ついちゃった。世界だもんな。あ、たこ焼きのいい匂いがしてこない。うん、粉もんの匂いが、うん、まあ、俺ら今日食えねえからさ。リロさん、背景は通天閣、後ろは大温泉。俺のあそこが通天閣ということで、温泉行ってきましょう。パンパンよ。すごい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 。ガチの穴場。ガチの穴場だって。ガチの穴場。ガチャでしょ、ガチャ。ガチャ、ガチャ、ガチャ。ガチの穴場。いや、小さすぎる。エロくてエロすぎるものが出てきます。エロすぎるガチャガチャって。じゃあ、せっかくだしさ、思い出。何もできないからさ、500円で楽しもう。みんな500円で、みんなを笑顔にできる。そう、みんなを笑顔にできる。ガチャガチャ、いきます。何もしない。パンティーや。いや、わかんないじゃん、わかる。怖いじゃん、怖いじゃん。確かに、確かに。
全盲座。奥さん、奥さん、ガチャガチャしてきたの。うん。やめちゃニヤニヤ、一番ニヤニヤしてるよ。お、パンツ表、あ、匂ってる、めっちゃ匂ってる。え？悪くねえや。あの、1人当たり1500ライフポイントを支払ったんで、はい、9000ポイント消えました。まだ残り、うん、7万ポイントないぐらいです。で、なおかつ腹減ったね。マジで腹減った。元気出ないんだよね。うわー、飯は、まあ飯はさ、もう今日は我慢してカップラーメンとかにしようよ。そうね、カップラーメンでも絶対美味しく感じる、こんだけ耐えてんだから俺は。わかる、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 絶対美味しく感じるから。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。うまい、青春やね。高校生思い出すよ。マッチでうめ。マッチでうめ。あったまる、うま。今度どんな高級料理よりも美味しく感じちゃうよ。どんな染みるよな。寒い中のラーメン。それでは皆さんご一緒に。ごちそうさまでした。全財産をかけて戦うよ。え、伝えてないんでしょ。伝えてないよ。俺も今聞いたもん。ドッキリやろ、ほぼ。え、ドッキリ。そうだよ。ドッキリ。マジか。レジロン、レジロン。え、やるや。やるよ。やるでしょ。やるや。分かってる。本気だから。あ、分かってるわ。着きました、無事。一回周り見てもらおうか。ちょっとね、窓の外からね。一旦周り見てもらっていいですか。見覚えありません、ここ。立中なのはわかるけど。パチ屋じゃん、これ。増やそうや。昨日話し合ったんですよ。僕の脳内会議で。んー、ちょっとさ、ちょっとしたお小遣いでさ、最終決戦迎えたくねえなって。で、この中日観光も大事だと思ったけど、万全な状態でさ、千葉望みたくねえって。そう思いやしないかい。俺は打ちたいと思ってたよ。でしょ、うん、だからヒデ君は打ちたいと思ってたから、お先に起こして、はい、なさ行こうかっつって。8時半抽選。そんな感じで今日も一日楽しんでいけたらなと思います。また最後。本当だ、また最後。なんで俺決断ばっかり。 OK、 あった、ありました。これ寝台のデビルメイクライ4。はい、ということで初打ちになりますが、 P デビルメイクライ4クライジーバトル。前作のデビルメイクライ、あのリミット付きのね、ライトミドルとか1リッパとかのね、アマに近いライトミドルの機械で、まあ、ちょくちょく打ってて、何よりもワンスチャンスロールっていう歌めちゃめちゃかっこいいですよ。多分今作もあると思うんですけれども、それのために打ってると言っても過言ではないんですけど、スペックもちょっと面白くてですね、まあ、ユニバさんらしいスペックなので、まあ、打ってみたいなと思ったんで、今日こういう機会ではありますが、初打ちって意外にやれちゃったりするんですよね、何も知らないから。だから決め切ります。まずスペックの話からすると、319分の1の1種2種タイプになりまして、で、当たったうちの 99% は、まあ今近くなもので言うと翼の前チャンスみたいな感じで、1回転で約 1.4 分の1引けてれば右に入りますと。で、右入ったら3回リミット、初当たり込みと3回リミットで終わったら残保留でまた 1.4 分の1を引くと、それがずっとこう続いていく感じになりますね。リミットでとりあえず最大3000発取れて、終わったら残保留1個で 1.4 分の1引き戻せばもう1回3セットみたいな。だから安心して3つの大当たりが取れるよっていうのはいいところだと思います。いやー、いや、しゃ、ええー、きしゃん、それノーマルリーチやで。
素晴らしい。もう今3台中2台当たってるからね。何どうだに、あ、大和演出、これ注目予告の一つ。戦うのは探偵。なんで俺は俺だけこうなんの。みんな当たってたじゃん。ちょっとすいません、弾なくなりました。はい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 、バンバンバン。何これ、あれ、ネロ来たんだけど。あれ、今までこんな入り方してない。ファイナルバトル、これは最強リーチ。これだけでも7割以上だって。あのキリエ奪還戦ね、さすがに当たってくれ。 You ready yet? もう準備できてます。やめるわ。はあ、いっちゃ熱かったやろ俺のが。だんだん弾減ってきてね。だって初当たり何回取ってんの。3回、4回目でしょ。宮地さん3回でしょ。ゼロ。確かに。これ何、ああ久々ですね。いやー、おめでとう。素晴らしいよマジで。レンジのチーム最高。緑選ばれたらワンチャンある。みんな当たってる。隣の人、ヒデも宮地さんも緑。誰だ、もうこれしかこん。これで成功させて怪奇現象で自分の好きなリーチ選べます。スタイリッシュボタン、これある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 。お、いった、いった、一致団結。よし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 、これ2人成功して好きなクレイジーバトル選べるんですよ。もう俺だけ当たんないのはやめよう。え、なんか違う違う、なんか俺みんなと違うんだけど。あ、熱くね、熱いよね。え、ちょっと待って、え、どういうこと。あ、俺みんなと違うんだけど。怪奇現象じゃないんだけど。ダメだろ、レッドクイーン出せ。ダメ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 、いやダメだって、こういうの全部ダンテ選ばないと。よしよしよし、デビルバスター、デビルバスター、ラスト、うわー、スモーキング、 S までいった、 S までいった。よっしゃー、よっしゃー、当たった。よし、何回言ってんだ。789回で。よし、お待たせしました。で、まず最初は5ラウンド消化した後、クレイジーバウンティーという1回転で 1.4 分の1引けてればラッシュ入りますと。ざっくり考えれば 72% で3回の当たりがループするといったイメージで大丈夫です。よし、行くよ。みんなが面白いって言ってたダンテ、扉が閉まる前にダンテが魔人化すればっていう、まあ、一発告知ですね。いきますか、ダンテモード。いやマジで重要、もう翼の舞より重要。頼む頼む、みんなの一万発かかってる。いけ、よし、うわ、ありがとうございます。で、ここ裏ボタン押せばパーセンテージ出るんですけれども、今回35なんで 40% しかないけど、当たりー、だーす、よしよしよし。お、なにこれ、これはあれですか、ワカサギ釣りのドリルをこうやってやってるんですか。やったー、みんなありがとう。
おかしくなる。で、振り分けは10ラウンド 30%、 5ラウンド 30%、 3ラウンド 40% という感じで来た。来た、ワッチャンスロール。え、やった、バックサウンド、しかもで、チャージして、あ、これで当たった。 OKOK、 まあ 1.4 分の1だから当たりと。よっしゃー、 30% は2回取った、しっかり。で、ここでリミットが終了するので、ザ・保留1個でまたバウンティ、クレイジーバウンティで 1.4 分の1引けてればいいという感じです。2500発ありがとうございます。いや、2000発で虹色なの、これすごいな。クレイジーバースト、あ、ごめんなさい、クレイジーバーストですね。裏ボタン押してみます。55、まあ 60% ぐらいありそうですね。さっきはウーハー流れたんですけど、今回流れてないです。ボタンが出てきたらもう当たりなんですよね、これ。で、シャッターが閉まる前に魔人化させないと、シャッターが閉まったら終わりって感じ。いや、いけるいける、全然。でもね、みんなの見せたらもっとこう赤赤みたいな煽りありましたよね。え、なんなんですかこれ、 ぶっ壊れました。だからもっと煽りあったはずなんですよ。あ、やった、痛い、心臓に悪い、心臓に悪い、心臓に悪すぎる、これは。だから OK です、これでまたリミット3つで、しっかり 30% 取っていく、しっかり 30% 取って10ラウンド取りまくる。レッツロード、カウントアップ。え、10ラウンドなんだけど、うまっ。で、溜めます。あ、外れた、やったー、一回手目外れました。30% を永遠取っていく。これは 5% じゃない、5ラウンド、うまいっすね。 40% を取んなきゃ、まあまあまあ出玉はもらえる。結局一番重要なのは3回目の当たりが終わった後の残保留なんで、そこが一番気合いの入れどころ。このレッツロック中はもうクレイジーバウンティーすればいいんで。あ、1回転で当たっちゃった。このザ・保留が大事。 OK、 マックス、ありがとうございます。オールキャスト、なんすか、クレイジーバウンティーストック、これこの保留連だと思う、保留連だな。やった。さっきヒデ君が経験したらしいです、このクレイジーバウンティーストック。もう保留連が保留連らしいので、僕のザン保留は素晴らしいものになってるらしいです。うまい、5000発ありがとうございます。早っ。だからあのダンテの怖いゾーンをやんなくていいっていう感じですね。ここからもう一回リミットを3つ始まります。マックス、はい、まあ見ないでおこう。ありえないぐらいジャックがついてるぞ。で、いきますと、はい、4820、リミットブレイク、何なんですかリミットブレイクって。保留ね、クレイジーバース、別に魔人化お願いします。45、やばい。で、今一瞬だけ煽りきましたね、赤エフェクトの。基本赤エフェクトです、これ。ボタンが出てきたら勝ち、ナス、にゃー、
ない3回目でこいダッシュありがとうございます。埼玉のクレイジーバーストって呼ばれてるんで僕、これはだって愛知県でもねブイブイ言わせていかないとね。よいしょうまい、はい、狂ってるわ、俺の引き狂ってるわ、比率がおかしいわ。ここでモードを変えられます。じゃあネロにしてみましょうか、まあ、モード変えたら終わるとかいうあるあるあると思うんですけれども、大丈夫、ネロならいける。クレイジーバーストなるほどね、スロット的なね。あ、タイマーがあホールドしてる、スロット的な。 OK 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 紫チャンス目オーゴー、はいやったー、イージーダーッ OK。 すいません久しぶりにヒジキャノンが出てしまいました。何ラウンド、いやでも1万発ありがとうございます。1万発イエーイ、あーがだー。さあ何ラウンド、今回ダメだったね、今回ダメでしたね。3ラウンド3ラウンド5ラウンド、やっぱ3ラウンドとかに偏りが出ちゃうとっていう感じですね。出玉があまり多くなくて結構ピエン状態になる。じゃあ次レディ&トリッシュモード行ってみましょう。何モードなんだろう。1100発でクレイジーバーストあ、タイマー式なんだ。45秒、45秒のうちに何をすればいいんだろう。あ、何ホールドホールドホールドしたよ。え窓まぎ当たった、あ、めっちゃ強い。キス to you って言ったよ、当たったまず何ラウンド、あーまた3ラウンドか、ちょっと下手くそだったな。なるほど、ネロはチャンス告知になってました。でダンテが一発告知、レディ&トリッシュはミッション告知。よっしゃ、行きます。当たった、こういうところで外してくれると嬉しい。10ラウンド来い来い、よっしゃ、まあやっぱネロは3ラウンドほぼ3だろうな。クレイジーバースト1620ナイス、じゃあ押しますよ。123はい、一番やばいっすね。35、僕何回、え、今17連してんすか、すげえこれ閉まったらやばいやつ、あ、危ない危ない危ない、やめてくれ、まだ何も起きてねえよ。いや、ダメだってダメだって、まだ何も起きてないんだって。ああ、来ました、よしよしよし、来ました、いかがでしょうか。なし、 35% 逃走、カモンカモン、いや待って終わっちゃうの、やめて、危ねえ危ねえ、いつ終わるかマジわかんねえ、こんな、あ、待って終わんないで、やめて、うわ終わっちった、ダメこれ、あー、リザルト12350発、ランク S、 この後あるんじゃないの、流れ星見てない、ほら流れ星見てないんじゃない。いや、よかった、でもよかった、とりあえず僕の戦績だけ見ると、あー、プラりました、500発ぐらいプラスになりました。あとはもうみんなの結果次第ですね。ちょっと一回、まあ、中間報告行ってみましょうか。中間報告イエーイ、ガンダムパフパフ、はい、ということで、まあ、今ただいま時刻、まあ、1時どうですか。
1万5000発あるんで、みんなの投資分はここで賄えた。そう、賄えたんですよ。あとはポンさんのプラスが今プラスだと思います、うん、だから3000発ぐらい、4000発ぐらいプラスですかね。素晴らしいじゃないですか。いや、素晴らしい。中間報告プラスで置いてるんですよ。これは来たかな、うん、波が来てる。ついに当初の目的である、もっともっと潤わせて柏最終決戦に向けようと言ったじゃないですか、はい、それにしてはまだちょいプラな状況なわけですよ。だからこそ、まあこれ合わせたら1万8000発ぐらいあるわけじゃないですか。これを元手に各々もう最後まで力を振り絞ってほしいです。で、今の球を倍にして柏行こうや。今日ね、出る日だわずっと飲んでたけどねまあ、オールインでいいかなって思うんだけど、みんなどうかな。え、荒めの台に行くってことですか。まあ、319でしょ、狙うなら。もう別にライトミドルでも全然荒いのがあれば行ってもらってもいいし。提案があります。はい、今プラスの分あるじゃないですか。はい、まあ、もともとなかったじゃないですか。はい、飯行きましょう。行きましょう。確かに。許可。許可。許可する。美味しいの食べよう。じゃあ一旦飯行きますか。一旦飯行って、はい、じゃあみんな荒めの台行くで OK ですか。 OK です。頑張りましょう。じゃあ飯食って後半戦行こうか。頑張ろう。行くぞ。はい、はい、抜けるわ。え、どういうこと。じゃあ出てけよ。地下サイコロ対決ここで出してこそだよ。まあ、特訓って言ったら何がいいですか。もう、うわ、桃特訓や。ザ・ホモ出し、うん、よし。リウマチが暴走してる俺の膝のリウマチが暴走してる